いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます今回は2013年モデルアルピナ B5 リムジンをご紹介させていただきますまず外装面の状態からですがフロントにしたすりと右側のドアミラーに傷がありアルミホイル4本にガり傷と 運転席のドアのエッジの部分に傷がございますまた右リアのドアパネル部分に線傷とリアバンパーに数箇所線傷がございます走行距離に関しましては約2万6千キロと低走行なお車です外装色はブラックサファイアメタリックインテリアはブラックレザーの組み合わせとなっております BMW の5シリーズをベースにアルピナ専用チューニング専用装備が施されたハイパフォーマンスモデル B5 リムジンでございますエクステリアには専用のエアロパーツやクラシックデザインの20インチアルミホイルなどが装備されスポーティーな雰囲気に仕上がっておりますまたインテリアに関しましてもアルピナらしくシートヒーターやサンルーフをはじめとする 快適装備も非常に充実しておりますヘッドライトにはキセノンのヘッドライトが装備されており夜間走行時も安心してお乗りいただけますエンジンスペックに関しましては4.4リッター V8 ツインターボエンジンが搭載され最高出力は550馬力を誇りますアルミホイルはアルピナクラシックデザインの純正20インチアルミホイルが装着されております 続きましてリアご紹介させていただきます。リアのテールライトは LED が採用されておりデザイン性、視認性ともに優れております。またマフラーに関しましては4本出しのマフラーが装備されており B5 らしい力強いサウンドをお楽しみいただけます。 B5 でございますので、トランク全体、十分な容量を加工をしており、このようにスーツケースを収納することが可能です。続きまして、インテリア、ご紹介させていただきます。シートはブラックのレザーシートが採用されております。運転席、助手席ともに目立った使用感はなく、きれいな状態を保っております。では、エンジンを始動していきます。 ステアリングは3本スポークのラバリナレザーステアリングが採用されておりスイッチトロニックシステムが搭載されておりますのでステアリング裏のスイッチにて自由自在に変速を楽しみいただけますまたクルーズコントロールも装備されておりますので高速走行時も楽々運転していただけますナビゲーションは純正のハードディスクナビゲーションが装備されており車内では地デジの視聴も可能です またバックギアに入れていただきますとバックカメラが装備されておりますフロント両席シートヒーターが備わっておりますので冬場でも暖かいドライブを楽しみいただけますシフトに関しましては8速のオートマチックシフトが採用されており走行モードはシフト横のスイッチにてお好きなモードを選択することが可能です 続きまして後部座席ご紹介させていただきます後部座席に関しましてもフロントと同様目立った使用感はなく綺麗な状態を保っておりますスペースも十分に確保されておりますので後部座席の方もゆったりとドライブを楽しみいただけます合わせて気になる車内の匂いですが特におタバコの匂いとはいたしませんでは今回は2013年モデル アルピナ B5 リムジンをご紹介させていただきました走行距離約2万6000キロと低走行ですし内外装ともに良好なコンディションを保っております圧倒的な走行性能と高級感あふれるインテリアが魅力のアルピナ B5 リムジンでございますこちらのお車には550馬力を発生させるハイパワーエンジンが搭載されておりますのでボディサイズを感じない 圧倒的な走行性能をお楽しみいただける一台です。また、シートヒーターやサンルーフをはじめとする快適装備も充実しております。さらに、アルピナ独自設計のサスペンションが搭載されておりますので、上質な乗り心地も魅力の一台です。お探しの方はぜひともお早めにご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。